パロプンテ J2 沼チャンネルということで、今回 J2 第9節の振り返りですね、やっていきます。よろしくお願いいたしますということで、この間までハイライト動画見ながら喋るみたいな動画何回か、アップしておりましたけれども、あれちょっとね、しばらくやめようと思います。まあ、しばらくがね、永遠なのか分かりませんけども、やっぱね、映像がないとね、思んないよなっていうところにね、まあ、改めて思って、まあ、僕も編集しながら、なんかこれ違うよなと思いながらね、実はずっと編集をしていたんですけども、まあ、今回だから順位表と試合結果ですね、を見ながら、ああだこうだ、言っていこうと思いますんで、よろしくお願いいたしますというところで、こちら。これが、今節の試合結果というところです。長崎熊と、壮絶な、打ち合いになりましたね。3対4ということでございます。長崎に関してはメインチャンネルの方でね、振り返っておりますんで、よかったらメインチャンネルの方もね、よろしくお願いいたしますと。いうところで、前半ね、3点リードしたんだけどもね、長崎もね、ただ後半ね、6分間で2点がベジョンミンオンゴールというところで、ただこの2失点、3失点ともかな、3失点とも、得点のところに関しては、最後のところちょっと自己的な要素も含まれてるね、失点シーンかなというのはあります。こう崩されてねっていうよりも、やっぱゴール前とこのね、攻防とか、どっちに転ぶんだろうみたいなところで決め切った3点、熊代選手のゴールはただ素晴らしかったですけどね、ただそういう自己的な要素も含みながらも、ただやっぱりそういう場面を作らせてしまう、何かが起きんじゃねえかみたいなところでプレーさせてしまうとか、そういう場面を作らせてしまった方が僕は問題かなというのはあります。サッカーって大体3点取れば勝てるんですよね。多分3点取れば9割9分勝てるスポーツで、4点取ればね、もうね、9割9分どころじゃない勝率にはなってくると思うんですけれども、そういえばこんだけ接戦になる、サッカーの、怖さかなというのを感じました。ただいや、熊代はね、16歳で、3試合連続ゴール、出れば出るほどこの選手は記録を、塗り替えますねというところでしょう。で、山形、鹿児島2-0山形というところで、ちょっと伊坂仁選手のゴールシーンは、鹿児島ゴールキーパーの大野選手のファンブルからだったんでね、ちょっともったいないかなってところと、で、ただその後ね、今度後半ですね、木田選手の PK に関して大野選手が、ファインセーブ見せたんで、それで取り返したかどうかはちょっとなかなか評価としては難しいところですけども、ただ最後、高江選手が決めて、高江があそこ2列目飛び出してきてね、うまいことステップ合わせて、ゴールあれ多分難しいんですよね、こう足を合わせるみたいなところで、ね、なかなか合わないところあるんですけど、しっかり決めてしょというところです。やっぱ後藤もね、やっぱ安定してますよね。ちゅうところで、鹿児島、これ4試合連続ですかね。無得点が続いてますよね。4試合かな、これで何試合だ、結構ずっとね、確か無得点ゲームがついていましたけども、そう大分、横浜 FC、水戸、5試合か。そうか、4試合どころじゃなかったですね。鹿児島5試合連続で、ね、無得点というところで、次が昇格組の愛媛との対戦になりますんで、さあ対照的な2クラブですけどもね、どうなるかというところでしょうね。で、栃木山口は0-0というところで、前回8失点した栃木は今回無失点とねいうところで、本当今年の栃木はね、蓋を開けてみないと分からんな感が強いですよね。そういうところで、守備の修正はね、かけることができたんじゃないか。で、山口はただやっぱゲーム内容はいいんだけども、この試合はね、勝ち点1に取れば、ゲーム内容的には勝ち点3が入っても全然山口もおかしくなかったとは思うんですけども、ただやっぱ最後決めきれず、ただ本当やってるサッカー自体は非常にロマンがあってね、いいですけども、新監督同士の対戦ではありましたけども、結果はドローという結果に終わっております。で、群馬、水戸もスコアレスドロー、この2チームはどっちも勝ちたかったでしょうね。群馬からしたら水戸を、ね、追い越していきたかったでしょうし、水戸からしたらね、この残留争いというところから抜け出すための勝利が欲しかったとは思うんですけども、北関東ダービーですけどもね、スコアレスドローというところでした。中潮選手のロングボールはなんかね、可能性感じる、その次につながりそうな感じもしたんですけども、ただね、結果としてはドローで、水戸も寺沼選手が先発で、新井選手もですね、僕は新井選手好きなんですよね。やっぱこのドリブラータイプでね、ゴリゴリいけるとこも好きですし、昨年フロンターレ戦のプレーも見事でした、新井選手ね。で、寺沼選手のロマンがあって非常にいいんですけども、さあ結果は出ずというところでした。で、横浜 SC いわきは2対2、三田選手のゴールはすごかったですね。で、伊藤翔のゴールも、ってところ、大迫選手のセットプレーのゴールも素晴らしかった。やっぱ左足の精度高い、本当ね、高校時代からすごい選手と言われていた大迫選手のゴールで、でもそのすぐ、ね、1分後に伊藤翔が追いつくゴール決めたんで、横浜 SC からしたら、ね、いい時間帯で追いつくことができた。で、三田選手のゴールで後半、ね、勝ち越すスーパーゴールでしたね。ただまた今度照山選手が数決めるみたいな、この攻防は非常に面白かった。横浜 SC も最近調子上げてましたし、で逆にいわきからしたらね、やっぱ横浜 SC 上にね少しでも狭いタッチをゲームでは、あったと思うんですけども、結果はドローで、終わっております。で、甲府清水は 0-1 ですね。住吉選手決めましたね。今、広島の状況を考えたら昨年までいた広島がねちょっと大変なことになってますんで、広島のサポーターからしたら住吉さん帰ってきてほしいというところあるかもしれませんし、清水からしたらいや住吉さんよくぞうちに来てくれたというところかもしれません。0-1、この上位対決、甲府からしたら上に迫りたかったゲームとは思うんですけども、清水に勝つことができず、また今節勝つことができなかったんで連勝なので、まだ甲府ね今季連勝だったか、そうか、開幕2試合で連勝して以降は実は連勝がないんで2回目の連勝ならずというところでございました。で、清水もね、久しぶりの勝利ですか、2試合ぶりですかね、の勝利というところになったんで、本当ね、良かったねってところでしょうかね。で、こちら。表がどうだろう、藤枝仙台は 1-1、中田選手、プロ初ゴールですね。左は榎本のイメージがね、藤枝はありますけれども、ただ中田も非常にクロスの精度が高くて、で推進力もある選手なんで、僕はね、こう縦に蹴る選手は好きなんですけども、で右足でのゴールだったんでね、で中山選手は混戦からよく、本当ストライカーらしいゴール、あそこしっかり体って、ね、決めたんで、ザ・ストライカーという感じのゴールシーンでございました。でも仙台は勝ちきれないゲームが多いですね。本当引き分けの数が多いというとこなんで、また一つ、相良選手もね、調子は良さそうですけれども、この試合は勝利に貢献できるというとこでした。で、徳島、千葉が、0-1というとこで、J2は最初、椿選手のゴールをなんとか、守りきるという展開でございました。でも、J2もね、前回8対0で勝った後、今回、1得点と、なかなかね、大量得点の後のゲームってね、難しさがあるんですけども、ただそれよりも2試合連続で無失点に抑えたっていうところ一つね、良かったところの一つじゃなかろうかというところです。で、ボランチね、新加入の品田選手もね、着実にこう出番を、得ておりますんで、SC 東京から来てる選手ですけども、ちょっと注目、昨年もバンホール甲府に確かね、品田選手行っていたかと思うんですけども、やっぱりね、小森選手、今回椿選手ゴール上げたんで、小森選手だけじゃなく2列目の選手の、得点力というところも今後はね、期待していきたいところじゃなかろうかと。で、徳島、なかなか、雰囲気というところでどうなんだというところもね、ありますけども、4-4-2 システムで、監督は今後どうなんですかね、このままいくんですかね、多分暫定というところですけども、あとはだから、あとそう、一つ、チアオベスが PK 獲得して、で、その後、藤田選手に止められると思うんですよね。で、藤田選手、今回ね、世代別代表の、漏れたんですよね。これ、アジア大会、アジアカップかなのところ、オリンピックにつながる、ね、大会のところで代表漏れが、あったんで、藤田選手からしたらね、やっぱり悔しい思いをしているんじゃないか、もう一回こうパリオリンピックってところに向けて、ね、もう一アピールするためにもっていうところで、しっかり2試合連続完封勝利で PK ストップ、ちょっと今後ね、期待したいところになってきますけどもね。で、次こちらですね、大分、秋田、1対3、秋田が勝利というとこでした。相性がいい秋田戦ではあったんですけども、やっぱり最初の15分以内に失点すると、ね、ゲーム展開としてはきつくなりますね。特に、15分以内に失点っていうのはもうゲームプランを大きく、ね、変更せざるをいけないというところで、この時間帯での2失点というところは想定外だったけど、ただ全ては自分たちのね、責任というところです。で、秋田もね、退場者出て、大分数的有利になったんですけどもね、庭師恩選手が退場になって、数的有利になったんですけども、ただもう最後、反対に3点目を決めてしまってね、青木選手ですかね。で終戦というところです。まあ、渡辺新がまたゴールを決めているんですけども、課題が残る、ね、大分は今年守備は、ね、硬かったんですけども、ただホームで3失点、いやなかなか辛いところになってきますね。ただ秋田は、ね、調子を尻上がりに上げてますんで、ちょっと今後ね対戦相手からしたら嫌なクラブの一つじゃなかろうかというところでしょう。で愛媛、岡山というところで、岡山最後斉藤選手のゴールで追いつきましたね。まあ、逆にね最後追いつかれてしまったいわき戦のまあその反省点じゃないけど、やっぱ僕はあのいわき戦っていろんな意味で今年の分岐点になるんじゃないかっていうねところは多分今年ずっとね言っていくと思うんですよね。あの時はだから最後追いつかれてしまったんだけども、今回斉藤慶太選手のゴールで同点で、その何試合か前にもねガブリエル・シャビエ選手は群馬戦かなアリソンタイムに後半決めたっていうのがありましたけど、やっぱ後半最後まで、諦めの岡山の姿勢というところは、ねまあ、今年のこの首位にいる、まあ、原動力でしょうね。本当ねそこを追いつくことができたから今の順位にいるというところなんで、まあ、昨年は逆にこう追いつかれるとかすっきりしないゲームが多かった岡山なんですけども、前向きに今考えることができるんじゃないか。で逆に昇格組の愛媛は、まあ、J2 首位の岡山相手にこんだけやるっていうところを見せたんで、まあ、自信になる、まあ、追いつかれてしまったけどもね、まあ、まあそこだけ考えずに、まあただ追いつかれたっていうのは辛いけどもね、ただまあただね愛媛としても自信にしてほしいところのゲームかなと感じましたけどもね。はい、ということで最後順位表の確認はこちらですね。首位清水というところで勝ち点19、首位ですね。で2位に長崎、そして3位の岡山転落してしまいました。ただまだまだね分からんというところ、まあこれ負けていたらね17にはなっていたんでね、ただまだ1試合で追いつけ追い越せるところにいますし、得失点差では上位では長崎が一番上ですね。でトータルではジェフ千葉といわきが得失点差9で上にはなってきますが、まあ上位陣限定でいうと長崎が得失点差で上回ってますんで、ただこれでもね3失点し4対3のゲームではあったんですけどもね、ただ着実に得失点差は 0.3 ポイントの価値があるんで、まあ岡山と並んでいるんだけども、また 0.5 ポイント上回ってる、まあ、得失点差のところですよねというのがあるんで、まあ、岡山はねここからまた巻き返すことができるかどうか、まあ、僕の地元長崎はね、2位というところなんで、まあ、地元枠として長崎を、ね、応援してますけども、さあここからまた、長崎首位目指して頑張ってほしいですし、同じ九州勢のね、鹿児島はそろそろゴールが欲しいし、大分もねどうしたんだっていう感じもします。さあ熊本でも粘りあるゴール、まあ今いろんな意味で注目されている熊本になってきますんで、まあ、九州で本当にどこも頑張ってほしいというところができますけどもね。はい、というところ以上です。以上パラヴンテージJ2のチャンネルでございました。よかったらチャンネルます。